この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は電気回路で迷路は解けるのかというユニークな問題に挑戦してみたいと思います。迷路は古くからあるゲームですが、今回は物理学の視点から解いてみることにします。こちらに用意した迷路の電気回路、そして 3D プリンターで作った迷路を使って電気の性質や水の流れを使って迷路を解く方法を考察していきます。実際に実験を始める前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです。今日の実験で使う基板も JLC で作りました。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。なんとただいま JLCPCB でもブラックフライデーセールを実施しています。この期間中に配布しているクーポンを使って最安価格でプリント基板を注文してみてください。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。電気回路で始める前に、まずは 3D プリンターで作った迷路を使って実験してみます。まずはこちらの迷路です。色のついた水を流していきます。右上の部分がスタート地点、左下がゴールです。ここに作ったため池部分に水を流していくと水が流れていきます。水がどのような経路で進むかを観察します。では実際に水を流し始めます。このように水がどんどんと流れていきます。行き止まりのルートにも流れていきますが、最終的には迷路の出口までたどり着きます。人間が迷路を解く時のような行き止まりのルートに行ったら引き返すという動作はありません。またここに別の色がついた水を流してみます。そうするとさらに水が迷路を解くというのがわかります。ちょうど赤い水が迷路に流れ始めました。この赤色の水が流れるルートをよく見てください。迷路は青い水で充填されていますが、赤い水は出口までの最短ルートを流れるようになっています。このように出口までの正解ルートを可視化することができました。というわけでまずは水の流れを使って迷路を解いてみました。この後に電気を使って迷路を解いていくのですが、その前に水の流れと電気の流れにはたくさんの共通点があるのですが、それらを関連付けていきます。オームの法則です。こういった水の流れと電気回路を説明するときによく使われます。こちらに水が溜められています。ここに溜められている水の高さが電気回路でいう電圧に相当します。そして流れていく水の量ですね、そちらは電気回路でいう電流に相当します。そして水が流れていく管の太さですね、そちらは抵抗値に相当します。水の流れも高いところから低いところに流れていくように、電気回路でも電流は電圧の高いところから低いところに流れていきます。この部分の水位を高くする、もしくは管をもっと上の方に伸ばしていって水を溜める部分をもっと上に持っていくと水圧を高くできます。この部分の水位をもっと高めていくというのは電気回路でいう電圧を高めていくのと同じです。つまり電圧を高くすると電流がたくさん流れるのと同じ状況です。では実際に実験をしてみます。こちらに電圧が表示されています。そして下が電流です。こちらの電圧を高くしていくと、こちら電流が流れるようになりましたね。そしてさらにですね、このように電圧を高くしていくとより電流が流れるようになっていきます。先ほどの迷路の場合ですと、スタート地点が一番圧力が高くて、ゴール部分については水はただ流れ出ていくという状態になっていました。水が一番流れやすいゴールのルートに水は流れていったのです。ゴール以外のルートにも水は満たされるのですが、流れていくことはありません。流れていく先がないですからね。後で出てくるので先に解説してしまいますが、電流は抵抗値の低い経路をよく流れます。一方で抵抗値の高い経路はどうかというと、電流は流れるのですが抵抗値の低いルートほどたくさんは流れません。ここからは電気回路の時間です。こちらにプリント基板で作った迷路を用意しました。毎度のことですが、スポンサーの JLCPCB でプリント基板作ってます。プリント基板上に銀色の導体がありますが、これは迷路の道の部分です。先ほど 3D プリンターで作ったものと同じルートになっています。右上がスタート、左下がゴールです。ではここに電源を接続していきます。はい、実はこれで迷路を解くことができました。どういうことっていうふうに思っているかもしれないんですけども、実際迷路が解けていることを確認するためサーモグラフィーを使ってみます。
プリント基板そのままですと金属部分に赤外線が反射してしまってよく見れませんので、こういうふうに紙をかぶせた状態で熱を見てみます。今ちょうど電流を流し始めましたが、このように回路部分が発熱しています。その発熱しているルートをよく見てください。スタート地点からゴール地点までつながっているように発熱しています。これはプリント基板上の導体に電流が流れることで、その部分の導体が発熱します。サーモグラフィーを使って熱を可視化することで、スタートからゴールまでのルートが一発で分かりました。迷路のゴール方向には行かない分岐について、そちらはサーモグラフィーに映っていませんね。それはなぜかというと、ゴールではないところに電流は流れていきません。ですのでこの導体部分も発熱しないので、サーモグラフィーに映らないというわけです。次の実験として、ゴールまでのルートが2つある場合どうなるのか見てみます。こちらの迷路、通常はゴールまでのルート1つだけなんですけども、この部分を銅で短絡することでゴールまでのルートを2つ用意しました。同じようにサーモグラフィーで見てみます。まず電流を流し始めましたが、スタートとゴール地点の部分がよく発熱しています。そして分岐した後なんですけども、このようにうっすらと正解のルートが浮かび上がってきています。先ほどホワイトボードで解説しましたが、電流が流れるルートが2つある場合、それぞれに電流は分かれて流れていきます。なのでサーモグラフィーで発熱を確認すると、ルートが分かれていてもその発熱を読み取ることでゴールまでの道というのが分かるようになるわけです。ちなみに分岐しているところはそれぞれ電流値が低くなるので発熱も低くなります。ですからサーモグラフィーでの発熱も少しだけ読み取りにくくなっています。ちなみに今はサーモグラフィーを使いましたが、電圧計を使っても同じように正解のルートが分かるようになります。動画の初めの方で説明しましたが、電圧の高いところから低いところに電流が流れていくといった性質を使います。こちらの迷路でできた回路に電流が流れています。ゴール地点を基準にして、スタート地点の電圧は 0.5V、 ゴール地点の電圧はですね、だいたい 0V です。こちらの迷路の電圧を測りながら進めていくと、このように電圧計、わかりますか、電圧がですねどんどん下がっているんですね。またスタート地点に戻っていくと電圧は上がっていきます。つまり電流が流れているところはゴールに近づくにつれてどんどん電圧が低くなっていくということです。一つ目の分岐に来ました。どちらに進んだら良いのでしょうか。下の方に進んでみましょう。そうすると電圧が低くなっていきましたね。こちらは正解のルートということです。ではもう一つあったルートどうかというと、こちらに進んでいくと、わかりますか、電圧は変わりませんね。電圧が下がらないということは、その先に電流が流れる経路がないということです。つまり電圧が下がらないルートというのはゴールではないということです。ですので電圧が下がったルートをどんどん行きましょう。こちらも分岐に来ましたね。右の方に行くと電圧は下がらないので、このルートはゴールには行きません。このようにどんどん電圧が下がるルートを探していきます。こちらは正解ではなかったですね。このようにどんどん進んでいきます。こんな感じよね。こういうふうにどんどん進んでいって電圧が結構下がってきましたね。こちらが正解のルートで、もうゴールまでたどり着いて、そして電圧は 0V となりました。このように電圧を見ることで迷路を解くこともできます。というわけで今回は電気で迷路を解いてみるという動画でした。スタートとゴールが電気的に接続されていて、そこに電流を流すことができれば迷路は解けてしまいます。どうやって正解のルートを確認するかなんですけども、サーモグラフィーを使って発熱を見ればまず正解のルートがわかります。それ以外にも迷路上の電圧を測定することによっても正解のルートがわかります。今回迷路を解くとき、水と電気の物理現象を例にしましたが、他にも多分似たような事例はたくさんあると思います。そういった事例についてもし知っている人がいたらコメント欄に書いてみてください。最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。